俺の名前はレッドライオントール、40歳。これまで20年以上パチスロを狂ったようにうち、自分の時間のほとんどを捧げてきた生粋のスロッターだ。今日もまたいつものようにホールの扉を開ける。時は2000年代のとある日曜日、俺は大学時代からのパチスロ仲間の吉明と一緒に朝一から都内某所のパチ屋にいた。この日は吉明がどうしても打ちたいと言っていた4号機オス番長に朝から2人隣り合って座り、夕方4時の時点ですでに俺の投資は9万円以上。明らかな低設定かつ引きも最悪で、隣で爆出ししていた吉明にさすがに付き合いきれない俺は、店内を見て回って見つけた寝台北斗の拳 SE の空き台に移動した。北斗の拳 SE は爆発的な人気を誇ったパチスロ北斗の拳の後継機。新キャラの登場やバトルボーナス最低継続率のアップなど、打ち手にとって魅力的な面もあったものの、出玉性能が前作に比べてかなり抑えられており、予想よりもはるかに早く客離れが起こるということになってしまった機種である。とはいえ寝台時の人気はかなりのもので、座れただけでもラッキーと言えたものだった。俺は SE は初打ちであったものの、前作での遊戯経験やパチスロ情報誌である程度予想していたため、打ち方は心得ていた。 SE の島を全体を見渡すと寝台だが、あまり出ていない様子。データカウンターを見ると初当たりが重いようだ。多少の不安を抱えながらも、今日これまでの負債を取り戻してやろうと早速打ち始めた。前作のように一回当ててラオウを焦点させてしまえば取り戻すことなんて楽勝だろう。根拠もなくそんなことを考えていた。投資2000円で幸先よく初の中段チェリーを引き、台の演出がざわざわし始めた。すると全長最大の32ゲームを前にジャギとのバトルに発展。おお、ジャギだ。これは熱いだろ。早速もらったんじゃないかと思いながら演出を見ていると、あっけなくケンシロウが倒れ敗北。初の中段チェリーでのバトルボーナス当選とはならなかった。今回は新キャラハートの出現により、ジャギとのバトルの勝率は下がっているという情報はあったものの、パチンコでもパチスロでもバトルで勝ちやすいキャラとされているジャギに敗北するのは少なからずショックを受けてしまう。その後大した追加投資もなく、2回ほど中段チェリーを引くがボーナスは当たらず、低確率通常モードでは4分の1で当選なので、まあ仕方がない範囲ではあるが、台の演出からは全く高確率に上がっている様子はない。ただでさえ辛いと言われているこの台で低設定か。演出は新鮮で面白いとはいえ、さすがに辛いな。その矢先、この日4回目の中段チェリーが出現。ここまで中段チェリーの引きはすこぶるいい。ガンザン、リョウザン、ハーからの敵キャラ撃破。その後、オーラが大きめだったり、いかにも当たりそうな演出が続く。そして敵キャラとのバトルに発展。相手は待っていました。新キャラのハートだ。北斗の拳のアニメの原作を思い出しながら、ハートとケンシロウとのバトルを観戦。このバトルに見事勝利し、この日初めてのバトルボーナスをゲットした。SE ではボーナスの種類は2種類で、青7が8分の7。前作でいう北斗図柄扱いの赤7が8分の1の振り分け。もちろん赤7の方が平均継続率も高い。継続率は約 75%、79%、85%、89% の4種類で、赤7揃いの場合はほぼ 85% 以上が確定する。前作と比較して継続率が高いため連チャンはしやすいのだが、一方1セットあたりの出玉は約100枚と、前作に比べ3分の2ほどの枚数となってしまっている。この違いはかなり大きい。最初に揃ったボーナスは青7。ケンシロウのオーラの色は緑。バトルボーナスに突入すると、まず6ゲーム間にわたって、ラオウとケンシロウとのバトルが始まる。最初のバトルには必ずケンシロウが勝つ。ジャックゲーム消化後、再びバトルに突入。ここから本当の継続抽選が行われることになる。バトルでケンシロウが攻撃するか、ケンシロウがラオウの攻撃に耐えれば継続というのは前作と同じだ。最初のジャックゲームが終わり、ラオウとのバトル。足元からズームインした先にはラオウが。頼むから、交渉派だけは勘弁。と念じたが、案の定、ラオウの手の中にはカメハメハが。あっさり単発で終了。その時、隣の台では青七白オーラからラオウを焦点させていた。つまり、20連以上だ。青七白オーラで焦点かよ。まあ、最低 75% あるから、当たりを引き続けたかな。
途中後継族確定キャラも後継族確定演出も出現せずに20連はかなりレアだ。逆に引きが良すぎただけだと思ったくらいだ。この客はバトルボーナス後少し経って台を辞めて帰っていった。その後すぐに他の客によって台が確保され、次なる資格の登場だ。お、ちょうど席が空いたよ、ラッキー。なんだよお前かよ。ところで女はどうした？向こうは向こうで友達と遊んでるみたいだからまだ大丈夫。どうよ、トールの台は？まだ投資はそれほどではないけど、単発一回だよ。子役も落ちないし、モードも変わらないから設定は低い気がするな。この台は？さっきラオウを昇天させてすぐに帰っていったよ。でも雰囲気的にその台もあまり設定的には良さそうには見えないかな。まあ設定なんて関係ない、要は引きだよ。俺はその言葉を聞いて嫌な予感しかしなかったが、再び吉明と共に二人揃って打ち始めることに。するとすぐに吉明がスイカチャンス目を連発。その後敵キャラとのバトルに発展。相手はジャギだ。ジャギだ、これはもらっただろう。 SE は余裕で負けるぞ、まあ見てろと言っていると、吉明はジャギにあっさり勝利。早速バトルボーナスをゲットした。青七の白オーラだ。出た、いつもの白オーラ。でもなんだかんだ白オーラが一番爆発するだろう。確率的には白は弱いはずなんだけど、さっきの爆発を見てるからなんともだな。さっきのは明らかに引きって感じだったけど、1セット目はケンシロウの攻撃キックで勝利し、2セット目にバトルモードでズームインした先にはラオウが。うわ出た、カメハメハ。ラオウの5勝派、ケンシロウは倒れた。ケーンと言いながらレバーを叩くとリンが登場し、ケンシロウが復活。俺は苦笑いしかなかった。その次のバトルではレイが登場。最低継続率は回避だ。やっぱり白オーラだな。マジありえん。バトルは6セット目、ラオウの攻撃。今度はパンチだ。吉明は余裕の感じでサクサクプレイを進めていた。ケンシロウが倒れ、そのまま何のことなくレバーを叩くと、ピーン。通常画面に切り替わり、バトルはここで終了した。あれ？ケーンは？6連しただけマシだろ。パンチで負けるってなえるわ。その後、吉明の台はコンスタントに当たるが、伸びも飲まれもしない状況が続く。一方、俺の台はというと、そもそもレア役が引けない。引いたところで当たるような気配もなく、天井まっしぐら。そして、天井の1500ゲームに到達。全長を経て、バトルボーナスに当選。青七白オーラだ。ここから爆連だろ。冗談だろ。青七白オーラで連チャンするわけがない。最初のジャックゲームが終わり、ラオウとのバトル。足元からズームインした先にはラオウが。最初のバトルボーナスと同じ展開だ。頼むから豪勝派だけは勘弁。今度はラオウの強烈なキックを食らう。頼む、持ちこたえてくれケンシロウ。願いも虚しく、ケンシロウは敗北した。これにはさすがの吉明も苦笑いしかない。しかしその後大チャンスが到来。2回目のバトルボーナス終了後、数ゲームで引いた中段チェリーからバトルボーナスに当選。なんと今度は赤7、オーラはレインボーだ。この組み合わせの場合 80% の確率で 89% 継続の振り分けとなる。ついに来たな、ラオウを昇天させようぜ。だな。でも、なぜか、連チャンする気がしないんだよな。この時点で、俺はすでに心が折れ、半ばどうでもよくなってしまっていた。ラオウとのバトル。足元からズームインした先には、ラオウが。これまでの2回のバトルボーナスと同じ展開だ。ラオウの攻撃、パンチだった。パンチだったら余裕だろう。時が良きあるんじゃね？あ、当たり前だろ。ケンシロウはラオウの強烈なパンチを食らい、ひざまずいた。その後、立ち上がることなく、グハッと言って倒れ込んでしまった。そして、レバーを叩くと、ピシーン。その瞬間、俺は昇天した。赤7レインボーで単発。平均連チャン数は約8回なのに。ああ、俺、出玉飲まれたし、そろそろ帰るわ。ああ、お疲れ。吉明は足早に帰っていった。
ある意味で昇天し、死にそうな俺の顔を見て、かける言葉もなかったのだろう。その後、出玉を飲まれやめようとするが、タイミング悪くレア役を引いてしまい、高確率に上がったような演出に引っ張られ、さらにこの台に追加投資。そして、当たりを引くことなく、北斗の剣 SE から席を立った。最終的に、初当たり3回。そのうち、単発はもちろん3回だ。もうここまで来ると、感覚は麻痺していて、当たろうが当たらなかろうが、どうでもいいような感じになってしまい、全く出ていないおそ松くんに1万円ほど投資し、当たることもなく、この日の遊戯は終了。結果、オス番長で9万4千円負けた後、北斗の剣 SE とおそ松くんで合わせて8万5千円負け。この日のトータルの収支はマイナス17万9千円となった。本来の俺のパチスロの立ち回りは、高設定、または低設定でも、機械割りが高い機種を打ち続けるというものなのだが、そこから外れる立ち回りをすると、大勝ちできる時もあるものの、この日みたいに大負けすることが多い気がする。ノリで話題になっている機種を打つことはとても楽しいのだが、やはり設定や当たりやすいゲーム数のゾーンなどを無視した立ち回りでは、なかなか勝つことができない。これまでの俺の実績で言えば、もちろん大きなマイナスだ。あと大事なのは、台の相性に加え、人との相性。この日一緒に打った吉明とは、パチスロ以外でも気心知れた親友なのだが、二人でパチスロを打つと、どうしても運を吸い取られているようにしか思えない。いろいろ言い訳したが、結局のところどうでもよくなって突っ込みまくる状況になると、今回のような痛い結果になるということを痛感した一日だった。ちなみにこの日を最後に北斗の剣 SE には指一本触れていない。俺のトラウマ機種ナンバーワンの座はよっぽどのことがない限り揺らぐことはないだろう。今回の収支、投資8万5千円、回収0円、トータルマイナス8万5千円、第14話までの累計収支プラス41万1000円。